ハナ1本目。タニ選手のタイム52秒51。タニ選手52秒51でフィニッシュです。ビブナンバー6番の吉田ハナ選手もすでにスタートを切りました。吉田ハナ選手は7メートルのエントリーです。タコストム最後の関西メディアも入ってきました。こちらは高山幸太選手、ビブナンバー5番です。すごい。さあフィニッシュエリア入ってきましたね。続いてビブナンバー7番の工藤美穂選手スタートを切りました。工藤美穂選手、岩手県地元の選手がスタートを切りました。さあビブナンバー5番高山選手のタイム入ってきました。ビブナンバー5番高山選手タイム55秒41でフィニッシュしております。ふう1本目。さあ続いてビブナンバー18番戸谷風選手スタート。戸谷風選手は7メートルのエントリーです。いいぞ。ビブナンバー16番渡部小野選手タイム53秒72。この時点で10番手タイムにつけます。さあビブナンバー17番鈴木選手のタイム入ってきました。17番鈴木選手のタイム49秒25。この時点で3番手につけました。さあ続いてビブナンバー19番山村直選手岐阜県の選手もすでにスタートを切っております。さあ、ビブナンバー27番、久保選手のタイムを入ってきました。その前にビブナンバー29番の田村美音選手がスタートを切っております。田村美音選手、長野県からのエントリーです。ビブナンバー28番、その前にビブナンバー30番の深澤夏樹選手がスタートしました。深澤夏樹選手、岐阜県の選手がスタートです。28番の上条玲奈選手のタイム入っています。上条選手のタイム50秒71。この時点でちょうど10番手というタイムになりました。1本目。さあビブナンバー40番小柳カリン選手がスタートしました。ビブナンバー40番小柳カリン選手、長野県がスタート。このビブナンバー40番の選手が中間のコース戦に入ります。ビブナンバー40番小柳選手、中間のコース戦に4分間入ります。すげさあビブナンバー39番タイム来ました。47秒03、松田選手47秒03でここでトップに立ちました。さあビブナンバー39番の松田選手が47秒03というタイムでリーダーにいる山田選手を本場5秒ほどかわしてトップに立ちました。47秒台と変わってきました。続いてビブナンバー48番の山下陸夢選手スタート。山下陸夢選手、長野県からのエントリーです。そしてビブナンバー46番山下凛選手は52秒12で山下凛選手フィニッシュしました。さあ1本目。46番のビブナンバーの選手までフィニッシュしております。さあ続いてビブナンバー49番の菅原優選手がスタートを切りました。こちらは山形県からのエントリーです。そしてビブナンバー47番中富優選手のタイムは53秒89でフィニッシュしております。中富選手でした。49秒30まで上がってきました。優勝圏内1本の暫定での速報タイムをお届けしております。続いてビブナンバー55番の竹前美空選手スタート。長野県の選手がスタートを切っています。さあビブナンバー53番小川選手のタイムが入ってきました。小川選手55秒97、いいんじゃねー。おっせーけどいいんじゃ、いい、褒めなくちゃ。よっよっよっはい、すげー。選手がゴールライン超えてきました。フィニッシュエリア飛び込んできた。そしてビブナンバー56番がスタートを切ります。56番田代日向選手スタートを切っております。
先ほどゴールしました10ナンバー54番伊藤陸選手タイム入ってきました。伊藤選手のタイム54秒41、54秒41でフィニッシュしております。カエ、本目さあ、続いて2ナンバー58番の柴田カエ選手、柴田カエ選手、長野県の選手がスタートを切りました。そして2ナンバー56番、田代ひなと選手、田代ひなと選手、タイム56秒55、56秒55で1本目の競技を終わらせた。どけい、さあ、ここで上島選手のタイム入ってきました。上島敦選手、リバーター57番は49秒14ということで9番手に食い込んできました。ここで9番手に食い込んできました。続いて、リバーター59番、遠藤リノ選手スタートを切っております。遠藤リノ選手、地元の遠藤選手がスタートを切っております。コースで全然問題ないね。今、後ろからでもどんどん取ったりできるかな。なお1本目。続いて、ビルナンバー68番の選手、堀川直選手がスタートを切りました。堀川直選手、長野県の選手がスタートです。そして、ビルナンバー66番、太田夏実選手のタイム入ってきました。太田選手のタイム、52秒71、52秒71でフィニッシュしております。選手、ビルナンバー67番タイム入ってきました。51秒18、吉野選手のタイム51秒18でフィニッシュしております。続いて、ビルナンバー69番の岡田佳林選手、岡田佳林選手もスタートを切っております。北海道からのエントリーです。下が向く堀川選手のタイム54秒10、54秒10でフィニッシュです。続いて、ビブナンバーは70番の山本沙選手、山本沙選手がスタート、長野県からのエントリーをいただきました。すげえ。ビブナンバー69番、岡田佳林選手のタイム入ってきました。50秒25、これは20番手のタイムが入ってきました。あれ続いて、ビルナンバー71番の高橋あかり選手がスタートを切っています。地元岩手県の選手がスタートを切りました。いや、見えなかった。